ことかか、今日本は夜のはずだったな。なんだ。あの、お父さん、お仕事中にすいません。用件を言え、こっちは昼なんだ。ごめんなさい、あの、明日から学校を休ませていただきたいのですが。好きにしろ。ちなみに理由は。学校より大事なことを見つけたんです。だからそれに向けて頑張ろうと思いまして。そうか、なら明後日には俺も東京に帰る。その時に細かい内容を聞く。それまでは好きにしろ。はい、ありがとうございます。ではお仕事頑張ってください。失礼します。ことかと会うのも1年ぶりか。世界広で今年も忙しくて帰れなかったからな。へえ、発行、夏休暇の予定表あれでよかったかい。問題ない、それで予定を隊員に配布しておけ。オーケー、ならこのまま副隊長会議でも話し進めるよ。俺は後始末をした後にそのまま日本に帰国する。お前も準備ができ次第日本に向かえ。発行、一緒に日本に向かおうよ。断る。お前と一緒にいたらストレスが溜まる。むう、覚えてろ。絶対についていってやる。はあ、どうせあらゆる手段を使って飛行機の相席を取ってくるんだろうな。あいつの人脈と人望は防衛軍の中でも1、2を争うレベル。侮れねえよな。ち、俺が一番嫌いで一番優秀な奴を副隊長にしたが、本当に失敗だった。さてと、あとは今期の副隊長会議でスケジュールを合わせたら夏休暇。やっと長い休みだよ。世界テロのせいで1年前から休んだ数なんて20くらい。ブラックもいいところだよ、まったく。やっと休みだもんね。長い間お疲れ様、シェーン。バハート隊長。なんで第1部隊本部に第5部隊の隊長が。私の任務でちょうど近くまで来たから、つくよみ隊長に宣戦布告しておこうと思って。いつまでも王座に座ってられると思わないでくださいねってね。やっぱり気合入ってるね。まずは他の隊長を倒さないとですね。第1回では準決勝リオ隊長に負けて、第2回では準々決勝指揮隊長に負けて、第3回では準々決勝ファルドラ隊長に負けて、去年は準々決勝でアラン隊長に負けた。それでも毎年ベスト8以上に入っているんだからすごいよ。まだ17なのに。逆だよ、13歳の時の方が一番いい結果を残してる。これは惨めなものよ。今度こそ、優勝してやるんだから。本当に負けず嫌いな性格なんだね。それくらいじゃないと最年少で隊長にはならないか。シェーンも副隊長なんだから今年度こそは勝ち上がってきなよ。あなただって相当強いんだから。はは、バハート隊長に言われたら頑張るしかないね。去年はバハート隊長に負けてるんだけどね。ふふ、今年も負けないわよ、シェーン。それじゃあ、また日本で会いましょう。私だって今年こそは隊長のうちの誰かを倒して勝ち上がるんだ。ということで、今年度も大会前に日本に向かって、大会が終わった人から大会が終わるまで休暇に入ってもらうということで、防衛軍の選抜組以上はこの予定、その他の一般組はいつも通り防衛軍の活動を行ってもらいます。すまない、少しいいかい。今こんな時に本部を一般隊員だけを残すのはあまりにも無謀なのでは。それにまだ世界中まだ被害から復興できていない町や国もある。それを無視して大会に参加してもいいのだろうか。ジョルジュ殿の言う通り、私たちが前線で指揮を取らないこの期間は奇襲の恐れ、危険性も増す。だから今大会は控えるべきなのでは、という意見もわかる。だがこの大会のおかげで隊員の実力が大会がなかった頃に比べて格段と上がっている。つまり目標になっている、バハート隊長はこの大会で天の絵隊長を倒したことで実力が認められ、隊長に選ばれた異例だ。そうね、全隊員含め、向上心が上がって切磋琢磨し始めたのはこの大会のおかげ。せっかくこの1年頑張ったのだからちゃんとご褒美をあげないと。シビアに追い込むだけが仕事だと思っているのなら責任者を辞めなさい、隊員がかわいそう。飛ばしてくれ、興味ない。あ、私も特に何もないので。何もないはないだろう、今年度の新しい副隊長なんだ、ちゃんと自分の考えを持っておけ。何よ、そこの仮面は喋らなかったじゃない。すいません。はあ、早く帰って杏仁豆腐食べたい。ちなみにチェーン副隊長はどう考えて。ぶっちゃけどうでもいい。どうでもいい。だって大会運行なんてこんなところで話したところでじゃん。別にうちで運営している大会じゃないんだし、しかもこれは全世界の国が認めた国際試合、つまり国と防衛軍というつながりのある大会。それを無理にしたら各国からの支援が悪くなるよ。そもそもここで防衛軍が成績残さないと各国の信用も得られない。活動以前の問題になってくるよ。意識高いのはいいけど、考えを強要しないで、大半の人はどうでもいいと思ってるよ。よく言ってくれた。副隊長である君がそんな考えでどうする。どうもしないよ。だって結局頑張るのは現場に出てる隊員たちじゃん。私たちはその隊員たちを信用して現場を任せて、全世界に防衛軍の実力を見せて安心させて、信頼を得る。それだけだよ。
シェーン副隊長ズバズバよな。さすがタクヨミ隊長に選ばれただけのことはある。もう構わん。もしこれで問題が起きたら責任を取ってもらうからな。はいはい、その時は白鵬が頑張るからいいよ。お前はいつもいつも、それでよく副隊長が務まるな。また始まった、シェーンとブルジュの口論。長くなるなら帰るぞ。いいわ、どうせこの会議で話すことは話したし、あとはメールでも送っておくわ。いいよ、じゃあ私も帰ろうかな。だったら私も。いや、副隊長、あなたはちゃんと最後まで残りなさい、新人なんだから。副長、なんでよ、なんなのよ、あの仮面野郎。そろそろ日本に向かうか。今度はあのまま日本に滞在していてもよかったのですよ。ああ、今は他の隊員を導入しているからな、以前より管理しやすくなってるよな。少数精鋭ではなくそれなりの体制で細かい警備をという結論を出したのはいい判断でしたよ。そうか、隊長らしいことができてよかった。あいつらも大会に来ると思うか。来るでしょう、何せ私や頭骨を倒すほど、大会でもいい線はいけるでしょう。お前がボコボコにした式隊長の容姿も来るかもだぜ。かもな、もし大会で当たったらまた倒すまでだ。何せ俺の目標はあの福読隊長、式隊長、天の絵隊長を倒して優勝することだからな。バハートとファルドラはもう大丈夫ってか。そんなわけない、去年のバハート戦も一歩判断が遅れてたらやられてたのは俺だ。かなり警戒しているさ。とりあえず頭鉄と頭骨も準備ができたらすぐに出発するぞ。この時期は世界中混むからな。了解です。もちろん私の準備はとっくの昔に完了しています。で頭骨は？まだ旅行カバンすら出してねえ。早くしてください、私も手伝いますから。おう、悪いな頭鉄。仕方ない、俺も手伝おう。へぇ、それじゃあ姉さんは実家で娘さんと特訓してから来るのね。オオカもすっごく強くなっててびっくりしたわ。まさか私が本気で追い込まれたんだから。それはすごいわね。でも姉さんも結構なブランクあるし、仕方ないんじゃない？そんなことないわよ、この1年大会に向けて調整してきたんですもの。それなりに戻ってるわよ。それはぜひ大会で戦ってみたいですね。それじゃあまた東京で会いましょう。また今度一緒に飲みましょう。本当丸くなったな、姉さん。さて、準備して東京に行く準備しないと。むやみに飛び込んでくるな、行動がわかりやすすぎて警戒する方が難しい。でも俺ならこんな状況でも打破できるんだぜ。ニトロアーマー。爆発が来るとわかっていれば対策も容易だ。能力頼りになるな、シュン。もうこいつの鍛錬に付き合って半年以上にもなるのか。東野の旦那、ここで東野の旦那倒したら大会で勝てるか、俺は。ああ、ベスト4は硬いだろうな、不可能だが。やっぱりよくわかんないだろうか。半年以上前、こいつはいきなり俺の前に現れた。俺に罪滅ぼしをさせてくれ。俺にやり直すチャンスをくれ。絶対にあんたの力になってやる。もう謝った道には進みたくねえんだ。結局この時まで俺の無理難題を文句一つ言わずにただ笑いながらこなしてきた。未熟だった身体能力、能力技術も格段と上がった、信用できる男だ。元選手連、選手。今は、統合、中、ただ過去の過ちを噛みしめてただがむしゃらに頑張っている熱い男だ。さあ、今日が最終日だ、気合い入れてこい。おう。ありがとうございました。動画は楽しんでいただけましたか？ぜひ気に入ってくれた人はチャンネル登録よろしくね。他にも再生リストで過去の動画を見やすくまとめているので、気になった人はぜひ見ていってね。ご主人、もう皆さんとお別れの時間です。寂しいけど、次回の動画でまた会おうね。次回も私たちの動画をよろしくね。それでは次回も楽しんでいってね。